水口御殿は、大見国甲賀郡水口に築かれた、徳川将軍家の御殿である。水口御殿は、徳川秀忠の御女和子が、御水の御天皇に受大した、現那六年に宿泊施設として築かれたとされる。ただ、慶長八年に、大御溝城を壊し、水口に移したという資料や慶長九年に御茶屋を築いたという資料もあることから、慶長九年頃に建造し、 原画6年に改修した可能性もある。秀忠が原画5年、同9年を呼び、寛永3年に、家光が原画9年と、寛永3年に、上落の際に、水口御殿で休憩、宿泊している。御殿は水口塾の南方にあり、その移行は確認できないが、戦前までは西側に土塁と堀があったという。江戸時代の絵図には多く、 古語店としてその敷地が描かれる。官営10年頃に作成された、公州見なくちえずには周囲に水堀を巡らせた、単角方形で、東側に外間姿を構え、御茶お屋敷のうち50軒2053軒、堀の広さ上5軒とその規模が描かれている。古典は、官営11年に、水口城が築かれた後、撤去された。跡地は、 加藤明友が入部するまで、幕府の管理下に置かれていた、高賀市編纂委員改編、高賀市次大発刊鉱賀市辞典。ありがとうございます。